自分で作ろう DIY ネイマのチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日は、最近ですね、皆様がよく持ち歩くのではないかと思われるもうマスクですね。マスクを入れるポーチのようなものを作ってみました。このようにちょっと透明にしまして、何を入れているのか分かりやすくしてみたというのと、こういったですね、水をはじく素材で作ったので、まあ夏ですね、どこに行くのにもカバンに入れて衛生的に持ち歩けるというのがもう一つと、あとはチャックをつけたことで取り出しやすくしております。さあ、用意したのはこちらですね。こういったようないわゆる何ですかね、水をはじく素材のものを使っていただければ透明でなくてもいいんですけれども、いわゆる何ですかね、このテーブルクロスみたいなものの分厚さを想像してもらえればいいのではないかと思います。そんなね、テーブルクロスとして探さなくても100円ショップなんかでね、売ってるんじゃないかなと思います。でもしなければ、こういったケースとかを切ってこの生地にね、すればいいかなと思います。さあ、で、周りにですね、テープもつけていきます。でテープはもうこのように出来上がっているものを持ってくれば楽だと思います。でチャックですね。さあ、で、型紙なんですけど、サイズなんですけれども、このように切らなくていいように大きく取っています。一番長い方ですね、幅が50センチと、で高さが20センチぐらいあればいいじゃないかと思うんですけれども、こちらはもう皆様のお好きなサイズにお任せです。カバンの、ね、大きさとかもあると思いますし、使いやすい大きさに作ってください。でこの20センチの方ですね、こちらに合わせた長さのチャックも用意します。で、周りにつけるテープですね、こちらも用意していきます。これ今幅が50センチ取っていますけれども、これはもちろん半分に折ってですね、だいたい25センチ、まあ20センチぐらいのね、幅になるんじゃないかなと思います。で私はこの周りにつけるテープなんですけれども、このように今回柄のあるものを使ってみました。フラミンゴですね、ちょっと夏らしいかなと思いましたので、こちらを用意しております。こういったテープはよく手芸屋さんに売っているので、ぜひ探してみてください。内側にですね、それぞれ折り返されているもので、これを挟み込むような形で縁につけるだけというね、簡単なものです。で20センチかける2本ですね。で25センチのものも用意してください。さあ、では早速始めていきましょう。そんなに難しくないので簡単にいくと思います。まずテープをですね、つけていきたいと思います。この20センチのところ、ここにまずつけていきます。でテープのつけ方ですけれども、こうやってもう折り曲げられているので、そこを挟むようにしてそれぞれの縁につけていただいて、でこれをこうやってクリップで留めていきます。今回クリップで留めてますけれども、それはこのクリアファイルというかね、この透明の生地に穴が開かないためですね、待ち針で留めてしまうとちょっと穴が残っちゃいますので、今回はクリップで待ち針代わりとしています。が、まあ、どっちみちね、上からこのテープかぶせてますので、テープの上を待ち針で留めるのであれば、待ち針でも問題ないかと思います。で、この縁のところをここですね、キワキワのところを縫い合わせていきましょう。もうこれは直接上から縫っていただいて大丈夫です。で、もちろん反対側の方もですね、こちら両側ともつけていきましょう。さあ、ミシンで縫っているのがこちらです。さあ、しっかり縫えましたね。それがこのような感じです。縫い目は外側に出ますので、まっすぐに縫うように気をつけましょう。でここにチャックをつけていきます。
で、今回チャックももう直接正しい方向の方から縫っていきます。つまりひっくり返さないということですね。なのでポジションは正しいところにつけてもらって、でこのチャックのね、刃のところ、キワキワのところ縫い付けていきましょう。であんまりキワキワにしすぎてしまうとこの布をね、噛んでしまう可能性があるので、それだけ気をつけて、布が噛まない程度にキワキワに、ちょっと難しいですけどね、縫い合わせていきましょう。で、このチャックなんですけれども、上と下にちょっと縫い代というか余分な布が残る程度にしないと、チャックの方がこの20センチより短いと穴開いちゃいますので、チャックの方がこの20センチよりそれぞれ上下均等にちょっと余ってるぐらいにしておいてください。さあ、で縫う時にこのキワキワを縫いますので、このジッパーですね、このチャック開け閉めするこの何ですかね、ところは、閉めた状態で縫い始めて、で真ん中ぐらいまで行ったら開けてあげるといいと思います。さあ、両側ですね、縫い付けられたのがこちらです。しっかりチャックを開け閉めできるかどうか見ておきましょう。さあ、でこれですね、チャックを一体この完成図のどのあたりに持ってきたいのかっていうのをまず考えてください。私の場合はこういうふうにね、一番上に持ってきてもいいですし、ちょっとこの、8対2ぐらいの場所にチャック持ってきたらおしゃれかなと思ったので、私の場合はこのようにしてみたいと思います。これはね、本当に皆様にお任せでございます。で、場所が決まったらこの布のところをしごいて型をつけておきましょう。で、ここに上下縁をつけていきます。よいしょ。で、ここ25センチぐらいで作ってくださいねって言ったと思うんですけれども、なので上下ですね、ちょっと余るぐらいになってるかと思います。さあ、でこれをまたテープですね、挟み込む形で縫っていきます。で、もしめちゃめちゃちゃんとやりたいっていう方は、このようにこのテープの端のところですね、内側にちゃんと折り曲げてあげて、このように処理してあげるといいと思いますね。さあ、これ上下つけられたらこちらで完成です。ちゃんと、チャックが開閉するかどうかもう一度確かめてあげてください。さあ、マスク入れてみましょう。こんな感じですね。透明の生地を選んだので、中に何が入っているかっていうのが一目瞭然です。で、今回はこのマチがないポーチを作ったので、ちょっと平らなものを入れるイメージにしたんですけれども、もちろんマスクだけじゃなくて他のものですね、ちょっと例えばペンケースですとか、あとはお化粧道具とかですね、お化粧道具もそんなに分厚いものないと思うので、そういったものを入れてあげたりですとか、なんか旅行に行くときにちょっとシャンプーとか歯ブラシとか入れてあげる袋としても使えると思います。とにかくこの水をはじく生地を使ってあげると、ちょっと水場のところにも持っていけますし、衛生面にもいいかと思いますので、今回それをテーマに作ってみました。マスクですね、マスク入れなんてこういった情勢になるまでね、作ろうなんて思いませんでしたけれども、このご時世きっと役に立つと思いますので、ぜひ、皆さん挑戦してみてください。さあ、最後まで見ていただいてありがとうございました。ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。初心者の方にも分かりやすくビデオを作っておりますので、皆さん一緒に楽しく縫い物していきましょう。